どうも皆さん、おはこんばんちは、カリュウです。はい、今回もまた、プロ野球スピリッツ2019で選手を作りました。で、今回作った選手はですね、元ソフトバンクホークスの松中信彦選手です。ね、平成唯一の三冠王、松中選手。では早速、松中選手の、能力をね、見ていこうと思います。はい、松中選手の能力なんですが、あれいないの、どこいた、あ、いた、はい、能力こんな感じです。はい、走力とか守備関連はパワープロのやつをまんまパクりました。で、ミートとパワーはもうマックス99にしてます。で、チャンスも A にしてますし、まあ打撃関連の特殊能力は全部取りました。ほぼほぼ取ってないのは広角打法ぐらいかな。あと流し打ちとかかな、取ってないのは。あんま流すっていうイメージがなかったので、引っ張るっていうイメージが強かったので、この能力にしました。では早速この松中選手を使って、遊んでいきたいと思います。その前に選手入れないとね。よいしょ。はい、もちろん入れる球団はソフトバンク。いやー、僕が小学生の頃は松中選手すごかったですから、えぐいバッターでしたよ、本当に。なんかほんとよく打つなーっていうイメージしかなかったっす、ちょうどその頃の松中選手は。で、応援曲はちゃんと自分でね、松中選手のやつを作ったので、それを入れたいと思います。よいしょ、ありましたね、これです。それじゃあ、試合やっていきたいと思います。で、対戦でフィールドプレイでね、はい、どうしようかな、たまにはスピリットやるかで、ソフトバンク対ヤクルトでいいか、適当に。で、ヤフオクドームですね。で、顔こんなんです。で、背番号は3番で、どうすかね、似てるからどうかな。よいしょ。で、今回もバッティングだけお見せしたいと思います。あ、そうだ、あれ大丈夫かな、ベーシックスピードになってるね。よし、よし、それでは、試合やっていきましょう。さあ、第1打席、ツーアウトランナー1塁ですね。ワンアウトから、1回の裏です。バッターボックスには指名打者の松中ね、なんか赤いバッティングローブをよく出してたイメージがあります。マウンド上、高橋、そしてキャッチャーは中村。このバッテリーをホークス打線がどう攻略していくか。日産、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか、注目です。4球目は何で来るか。オッケーオッケー、さすが先制のツーランホームランです。ソフトバンクホークス、卓球高々と舞い上がり、ヤフオクドームのスタンドに消えていきました。ホークスが先制しました。いいっすね、気持ちいい。完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、今のバッティングご覧いただきましょう。初回での一発、いや、今のは気持ちいいわ。大きな一発となりそうです。さあ、第2打席ですね、4回裏、ノーアウトランナーなしです。で、試合的には負けてるのか、4対2。よし、これもいったろ、これもいったね。オッケー、ナイス。はい、これで4対3です。いや、速い打球でしたね、あっという間にスタンドに飛び込みましたね。これ松中選手ホームラン打つのはいいんですけど、内角のね、すごいさばき方がうまかったので、内角の球を投げてほしいななんていうふうに思うんですけど、そこまではうまくいかないかな。
さあピッチャー変わりましたね。梅野投手に変わりましたね。おと思ってた早速内角の球だけどボール球なんだよねこれ多分ね。よいしょ。おお、ストライクか。で、今回はですね、2本動画を上げようと思います。1本目は今撮ってるこの動画で、もう1本は、巨人の牛の第5話ですね。あの声あり実況のやつです。さあどうだ。変直シングルかな。先頭バッター出ました。まあしょうがない。さあ、おっと、7回の裏第4打席チャンスが回ってまいりました。さあ5番手に五十嵐亮太登場。この人は元ソフトバンクですから。さあ行きましょう。長打力のあるバッターを迎えています。まあここはホームランで一気に逆転の可能性もありますからね。いいっすね。そうですよね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。オッケー、完璧。よし、さすが4番、さすが3年連続120打点突破した男。やっぱ違うわ。はい、7対6。いや、速い打球でしたね。素晴らしい。飛び込みましたね。はい、ご覧いただきましょう。これ見ましょう。期待できる選手から逆転となる一発が出ました。いや、こういう場面で回ってくる、そしてホームラン、さすがですね。これですよ。素晴らしい。はい、勝ちました。日本一達成。はい、ということで、さあハイライト振り返っていきましょうか。このアングルいいですね。ピッチャー側からのアングル好きです、好きです、いいですよ。さあ再びこのホームランですね。素晴らしい。はい、はい、ということでいかがだったでしょうか。松中信彦選手を作ってみたということをやってきたんですがね、これからもいろんな選手を作っていくので、皆さん応援よろしくお願いします。それではそろそろ動画を締めたいと思います。この動画が面白いな、いいなと思ったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。コメント欄とかね、コメントとか、あとリクエストなんかもね、どしどしお待ちしておりますので、そちらもどうぞよろしくお願いいたします。で、ツイッターもやってますので、できればそちらのフォローもよろしくお願いします。そしてあとは他の動画も見てくださいね。この動画も含めてですが、いろんな動画自分撮ってますので、よかったら他の動画もチェックしてみてください。それでは皆さん、また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。